神経や筋肉などあらゆる細胞へと成長する万能細胞を人の皮膚の細胞から作ることに京都大学の研究チームが成功しました。再生医療などに応用できる世界的にも画期的な技術だと期待されています。本当にすごいなと誇りにも思いますけれども、同時にこういう技術を世に出してしまうということは相当にですねちょっと責任を持ってやっていかないとダメだという。明日ね一応iPS 細胞研究センターっていうのを、そうですか、はい、一応オープンするんですが、そうですか、今のところメンバー僕一人なんですけれども人間の iPS 細胞からできた心臓や腎臓を持った豚が理論的にはできる。しかしですね、動物体内で人間の臓器を作っていいのか。視力の低下および患者さんの反応まで含めて、世界中が iPS 細胞って危険な細胞っていうイメージで、すごく危ないことをやってるというふうに見られていたし、けども私たちはもう細胞はずっと20年間幹細胞の研究してきて、目の細胞のことはよく知っている人間としては、危険はもうほとんどゼロと言っていいというところまで研究を進めてましたので、患者さんがどうなるかというのこそが勝負で、だから僕がよく言ってるのは、俺を裁けるのは患者さんだけやと。でまさにその判決が今下されようとしているので、今がドキドキです。こんなに近いの久しぶりやな、ドキドキするじゃないですか。もう出張続きで本当に iPS 細胞というのができたらしいと。でそれを使ってなんとか自分の病気が治せるんじゃないかと、彼と彼のお母さんが iPS 細胞研究所にコンタクトした、10年で治験まで行ったんだなという。本当あっという間の10年で、未だに昨日のことのような感じがします。せっかく出会ったこの技術をいかにこうしっかり患者さんのところに届けるかということは、この技術に出会ったものの、科学者の使命だと思いますので。
きなときも難しかった。ペースどうですか？ペースです。一言で言うと橋渡しをする組織です。やはり企業がしっかり受け取ってくれないとですね、患者さんに、多くの患者さんに届きません。私たちが目指しているのは、どこか一つの企業だけが成功するのではなくて、それぞれ違う医療応用を目指す複数の企業、特に日本の企業が成功する、これを後押ししたいというふうに考えています。半分くらいじゃないですか。